はいどうもあやかとアスカであチャンズでーすあ会わへんね <laughs> 難しいね <laughs> ほぼないけどなほぼないけど零点零零五秒ぐらいは実際ある気がするねはいね私このさまあコロナ禍の 心なんかのせいででもあるけどまあ恩恵があったとするならないけどねほとんどあのオンラインで何かことが進むことが増えたじゃないですかなんかオンラインが主流の会社もきっと増えたと思うんですけどそれはいいんですけどオンラインで会話するのマジで苦手やねんけど実は。あ <laughs> 分かんな多分せっかちやからやと思うんだけど相手の間が分からへんまま喋っちゃうから話を取っちゃうねんオンラインやと余計にへ<ー>せっかちすぎてやと思うけどだからね本当は <laughs> ね一緒に見たいんですけどまあね便利なものは使っていこうっていう感じでやっております。今日は えとザストの4の位置で、まあ、グループ審査が始まるっていうところを見ていくんですけど、えー、見返しもほんま4回目ぐらいかな3回目どころじゃないんですけど4回目5回目ぐらいですけど特にこのグループ審査は何て言うの目を見張るものがあるっていうかすごい見る視点がたくさんあるから何回も見た人多いんじゃないかなと思うんですけどグループ経験 あんまりそうやな。私、あるけど、どうやろう。ダンスとかはあんまりそんなにめちゃくちゃあるかと。ると学生時代ぐらいしかないんやけど、どうなのこのグループの全体の雰囲気とか見ててなんか思ったことあります最初に。パッて、最初の印象。え、でも、なんかいいムードじゃないかなって思います。うん、逆にいいムードすぎひんかったのなんか。んびっくりしてんけど。え、これ。 これ作品作りやったっったたた。けみいな感じやったオーディションっていうよりはそれにびっくりしたかな。じゃあいきますかまずじゃあ順番にいきますね。えっとまず最初まあいろいろねなんか語られてるシーンがあって全てがほとんどがうんうんうんっていうこうかるわかるみたいなのが多くてちょっとどれをピックアップするか悩んだんですけど。 まあ、このオーディションの答えを言ってらっしゃるなっていう部分をちょっと最初ピックアップしてて「音楽を一緒に鳴らす仲間を愛する心の片りんが見られればいいんじゃないか」みたいなおっしゃっててこれは多分、うん、主催者側その音楽がたくさんしてきた人やったら多分わかるかなと思って見てたんですけどなんかオーディションやから。 うんていうのかな勝ち切れとかさ。まあ言うたら戦いでもあれ、一応ね。勝ち抜くっていう意味ではね。だからこう、勝ち切れとか、自己アピールがうまくてとか、あと何なんか花があってとか、いろんな視点で見られる方がおって、どれも間違いじゃないとは私は思うんですけど、いろんな見方があって当然やと思うけど、今回のオーディションのテーマは、勝ち負けでもなく、なんかか、 その誰かを蹴落として自分が我が我がとかでもなくて仲間を尊重して音楽が好きっていう人が出てる人を採用しますって言ってんねんなと思って一番最初にそれを見過ごしちゃうとなんか頑張る方向間違えるんじゃないかなと思ったのでちょっとピックアップしたかなと思うんですが一番最初のこのうんこの フレーズってこのセリフね、おっしゃってるのって、多分今まで参加したオーディションの中で一回も私は聞いたことがなくて。うどうですかアスカちゃんもオーディション受けたことはあると思うけど、こんなん絶対言わんくない言う,言う受けたのではない,ないですよね。見てきたやつとかでどうなの今まで知ってる範囲とか。見てきたのやと、JYP は結構そんな感じ。 うん、なんか序盤から、えー、ずっと通してみてて思ったんですけどちょっと多分 JYP の J.I.Park さんのやり方っていうか、うん、をになんかインスパイアされたのかなとは思ってたんですけどうん、うん、なんていうんですかね精神っていうかなんか根幹 はなななんんんんんかか似てるんかな、うん、みたいううう私もちょっと思ってはいたけどそうやなよりちょっとアーティスティックっていうかよりミュージシャンっぽいっていうのかなより一人の人間っぽい JYP はもう大きいからすごい組織的なぬくもりあのバックアップ体制を感じるけどこっちはなんか一人の人間としてっていう感じはちょっとしましたね。 じゃあえー、っとチーム決めまあチーム決めもそうやねんけどいやチーム決めも今思えばなんですけどその初めて初見で見た時はまあ,あまあこんな感じかぐらいで見てたけど今キャラをある程度ね皆さんの人間性を知った上でこのチーム割り見たらなるほどって思わなかった <laughs> <に> <laughs> すごくこう初心者がいるチームにはその教えるのがうまいというかなんかこう優しい人っていうんですかやっぱりをみんなが優しくないって言ってるわけじゃないけどまあ教えるスキルがあって経験値があって説明がうまくて人を導くのが上手い人とかを選んでるなっていうのも明らかですしまあそれは最初からそうでしたけどなんかやっぱ見れば見るほどキャラ分かれば分かるほど納得したんですけどでもさ このチーム割はどうやって決めたか知らないですけどこの時点でみんな初対面なわけじゃないですかほとんど、うん、すごないなと思ってこれセンスと才能いるくないと思ってああえ振り分けるのにですかそう,そうそうそう<ー>ほぼ初めましてで、はい、まあスタッフさんとかスカ y ハイさんとかは直接会ったことがある人とか雰囲気を知ってる人はいっぱいいたと思うけどチーム分けスカ y ハイさんだけじゃなくてみんなで決めたと思うから ダンスの先生ととかすげえなーと思ってでその中で聞きたいのが私ここちょっと気になるなと思ったんですけどリーダー発表しますっていうシーンいきますけど、うん、リーダーも自分たちで決めてって言うんかなって私は思ったんですよ。でも<ー>そうじゃなくて結構最初はがっつりこう誘導してってるっていうかなんかそういうのを見たいっていう感じでリーダー 決めてたじゃないですかもう最初から、はい、これがちょっと面白いなって私は思っちゃったんだよね結構自分たちで作ってって言ってる割にはリーダーまでは決めるんかと思ってみんなどう見てたんかなと思ってあーえでもほぼはん,なんかもう一日もない時間じゃないですか、うん、スケジュール的にんかそこの余計な,なんか 延長のの試合みたたいいななは省こうとしたじゃないですかはい、はいうん、時間がないしからってことか。なんかそれはさすがになんか進めやすいようにしてあげようみたいな。うんおそこまでそうか、なるほどね。そういな時間なかったな。1日2日間あるとはいえ、丸2日あるわけじゃないもんね、そもそもの。なるほど、クオリティを上げたかったのもあるしってことか。なるほどね。 えっと、ちょっとんその次ですね。えっと、なんでそこチョイスするんって思われそうなとこあえてチョイスしました。<laughs> 哲学的に解釈をして、自分のものとして吐き出したときにって、途中のセリフをちょっと抜き出したんですけど、これはどうやろうアスカちゃんだったら私の意図、伝わるかなこれ私の感性かもしれん。もしかしたら。わからんけど。 でもめっちゃむずい、こと言っってるうん、そうね、ちょっと独特かもしれないですよね、人によるかもしれん、もしかしたら、ここは。でも、あの後から出てくるので、結局それの答えみたいになっちゃうんですけど、哲学的な思考できる人じゃないと、向いてないと思います、多分って、うん、ことが言いたいかなって、ちょっと思って。 なんか考えるのをやめないでねって、もうちょっと答え先言っちゃうけど、考えるのをやめないでねって、さ後の方に出てくるんですよ、今回。で、その考えることが正直できない人ってめっちゃおるねん。そのアホって言ってるんじゃなくて、そういう意味じゃなくて、何かを成し遂げるときに考えるのがもう嫌だ。嫌になっちゃった。とか、あ、私こういうのを考えるの苦手やわって気づいちゃった。とか、好きやけど、音楽は好きやけど、人前に出るために何か構築していくものあるやん。 その準備があできひんっっってて気づいちゃったって人って結構多くて経験があれば結構できる人いるけどうーんその経験を持ってなんか成し遂げたいとかやったら多分大丈夫なんだけど経験なくてってなってくるとじゃあ哲学的に物事考えれますかとか解釈したりできますかとかそもそも哲学好きですかとかそ,そういうのをちょっと言ってるなと思って。 うんいや結構大事じゃない。でもそれ別に音楽に限らへんと思うけど、哲学的思考ができない夢叶わへんとは言わへんけど、あった方が絶対に多角的に物事見れて、本質捉えやすくて、夢叶いやすいとは思うので、まあ、ちょっと大人になってから気づいたけど、それは。めっちゃ大事なシーンやなと思って、ちょっとピックアップしましたけど、どうなのでも音楽してて哲学につながらへんかなどうなの 無理がある言われてるでもなんかこの年代の子たちになんかそのあれがなんかすごい難しいこと言ってるなって思ったけど、うん、やっぱなんか経験者の中でもハイレベルな人たちかあとは自分で考える能力ありそうやなって人たちを多分選んでると思うんで確かにかそういう意図もあるんかなって思いました。 んああそう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 やろうとしてることが無理があることしてるやん正直そのすごい無謀なことから始まろうとしてたと思うからうんと要求レベルが高いんですよねだから最初からそれについてこれへんかったらもう無理みたいなやり方やしすごいスピードレベルでいうと超ハイスピードなんですよねなんかかもう私らら見たらう あの乗用車じゃなくて普通のなんかファミリーカーとかじゃなくてスポーツカーに見えるんですよスピード感がそれについてこれへんにやったらごめん今回は無理ですっていう感じなのかなっていう喋り方なのかなとはちょっと思いますねはいでえっとチーム A リーダーがだから竜平くんなのよねこれはまあんかあ分かるなとは思いますけど だからさっきの私が多分言ってたことをその哲学的に解釈をするってまさにイコール流平って感じなのね、うん、だからそれを求めてるねんなんか求めてた人材ぴったり来ましたねっていうふうには多分ちょっと思った方多いのかなと思いますけどなだからちょっと期待どういうふうに動いてくれるのかなっていうその期待を込めた人たちがリーダーなのかなっていう感じはちょっとしましたけど。うん A チームどうでしたかどうでしたかってまだあのあれですね練習風景とかやしえっと本番はまだ見てないからなんとも言えないですけどなんか着眼点ありますでもなんかもしるい君もいましたよねうんなんか13歳とか14歳の子がいっあってるけどうん,んか他の3人が。 うん、なんかそれに協力してあげてるしてあげてるっていうか,なんかまあ年齢のね<う>違いでねってことは。まあと年齢何歳か知らないですけど、うん、なんかそれに変になんかプライドが邪魔するんじゃなくて、うん、なんか普通にそのリーダーとかに意見出してる人になんか寄り添ってやってあげてて。うん チーム構成っていうか、的には良かっうんうん。やりやすかったと思います。うん、確かに。優しいね、基本的にみんな。馬バ,ーバーさん18歳、中西さん22歳、まあ、ここ2人ちょっと大人かなって感じしますけど、佐藤君が17歳やから、まあ、そうやな。バラバラっちゃバラバラかな。 確かにやりやすいっちゃやりやすい、うん、いやだからこのチームを考えた人すげえと思っちゃうねんなそもそも見抜いてる、うん、と思ってまあ見抜いてるんやろなインタビューとかしてる感じでなんか人柄とかもうんうんそうやなそうそうだから実力もあるその実力があって経験があるから教えれる人がおるからとかそういう決め方をまずするとは思うけど すごい人柄でも選んでる感じがして、それが面白いなと思いました。あんまりそこまでの配慮はないから、普通。人柄でっていうのは、キャラでっていうのはあんまない気がします。新しいと思います。じゃ次、チーム B。チ <laughs>、チーム B、どうですかっていうのもあれやけど、フロートが多いかな一番鍛えて高い。うん。でもなんか、 こうん、うん、あの発言がねあの何て言うの圧倒的にしないとっていうあのプレッシャーのかけ方が経験者へのかけ方じゃないですかプレッシャーのかけ方が一,一チームだけちゃうなとは思ったんですけどまああんな風に言われたらすごいプレッシャーはかかったと思いますがうんそうねなんかもうこれも。 そ、ね、そうそう思いました言われなくてもそう思っちゃうっていうか思ってる明<ら>か <laughs> そう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 なんか油断するタイプじゃないもんね全員が何ていうの上昇志向何ていうのかな自分と向き合わなあかんって分かってる人たちっていうんですかね他者と比べてどうこうじゃなくて B チームとしてはどうするかっていうのがちゃんと考えれる人たちやったなとはちょっと思いましたけどじゃあ C C チ, C チームなこれ私多分同時視聴みんなとしてる時から思っててんけどポワンフワンってしてるなと思って柔らかい C チームあ柔らかいなと思って雰囲気が柔らかい人が多いですか、ね、あ雰囲気ねそうそうそう芯はもちろんあると思いますけどで曲がバックトゥーバックやんか 爆発力のある曲やんかあれ多分ダンスでも歌でも難しいと思うんですけどあの情熱を出すのってだかこのそれもわざとなんやなと思って不安とした人たちにあの曲を当てたんやろなとか思って、うん、あの爆発いやあのバックトバックな自分がやったことないから分からへんし誰かがこうカバーするの見たことがあるわけじゃないから何とも言われへんけど。 なかなかできないと思います。正直、歌のパワフルさも出しにくいし、ダンスもめっちゃ大変じゃない？多分あれ。なんか想像できる。なんかちょっとすごいなんか瞬発力もいるし、そう緩急とかなんか基礎がちゃんとまずあるの前提の上でのばつ爆発力がいるから、結構経験者でも大変なんちゃうかなと思って見てたんですけど。 そうそうだからチームに対する曲とかも、まあ、同時視聴してるときとかは冷静じゃない部分もあったからなんか見ながら喋らなあかんみたいなのがあったからちょっと見,見落としてたけど改めて見たらすごい練ってるなと思ってちょっと面白かったですね。でえっ、ー、と D そ。そうやな。どうしても大輝君 リーダーじゃないねんけど、たゆき君が身につくかな、最初にね。うん、でも、ここもそうもゃした。うん。なんか、あの場で、でも、うん、ちゃんと習ったのは半年だと、半年だから、うん、その前から自分で自主練みたいなやつだと思うんですけど。うんでまあ 他の人長い人からしたらやっぱり短い経験の中でリーダーに選ばれて、でも年下のその太陽くんがあってるっていうか立ち位置でもなんかそこで変に焦せるんじゃなくてなんか素直に<ー>なんかすごいって思えたのがそのあなたがすごいって思いました。うん思った思った。 わわかかるかるここがなんか自分がどうこうとかじゃなくてやっぱりなんか作品とか、うん、自分たちが作り上げるものを優先的に考えた結果そうなるんやろうなーみたいな。かじくんさ見た目さ結構パンチあるっていうか強そうやん。 なんかオラオラ系に一瞬見えにけどめっちゃ優しいよな<ー>多分。あ <laughs> 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 結構好きやねだから結構、うん、あの今になって余計あなんかめっちゃいい人なんやろうなと思って、うん、人としてできてるっていうかもちろんそのこの野郎感もあると思うんねん多分こう大阪人っぽいなんか、うん、畜生感負けず嫌いは多分あると思うからだけどそれがいい方に転ぶタイプやからすげえなーと思って、はい、謙虚で謙虚謙虚 いい謙虚みたいな。ああ、減り下りすぎないってこと？なんかそこででも引き引きすぎて、なんか全部んなんかじゃあもう全部任せようみたいなんじゃなくて、<ー>でもなんか自分も<ー>自分ができるなんか立ち回りで、はいはい、あの頑張ろうとしてる感じは伝わりました。いいこと言ったな。確かに謙虚すぎても人生あかんもんな。 自分のその主役を人に譲る感じになっちゃうっていうか謙虚すぎると今ちょっとなんかいいことをおっしゃったわなんかグループならではの問題っていうか出てくるやんこう問題点ってでその中で多分あじゃあもうお任せようっつって全振りしちゃうってこともきっとあると思うんですよ人によっちゃでもそれがちゃんとできるっていうのはグループ向いてるもんね 確かにそれはちょっとすごいな今,今思いました今気づいたかなそれははいじゃあ、えー、チーム E はい、はい、未経験者がいるレイちゃんとかがいるグループですねランくんがリーダーまあランくんがリーダーとか天くんが引っ張っていくとかはまあ予想ついてましたけどここにレイちゃんが来たということで。 私はもうれいちゃんにラン君がつきっきりで教えてれいちゃんがちょっとでもできたらラン君がすごく褒めてるところを見て一人で夜中笑ってたんですけどえっ癒やし系やわと思いながら、うん、っていうかなあそうそうそうていうかなあのれいちゃんがあの一番最初に三次審査の時に、うん、まあ身を見よう見まねで踊ったみたいなシーンあったじゃないですか、うんまあ、その時点でセンスあるなとは思ったんですけど、うんこの アスカちゃん的に経験者から見て、このじゃあ振り入れしましょう言ってこの時間内になんかはいやりましょうって言ってあんだけ何て言うのかな心折れずに食い気味でしかも踊れてるっていうあの感じはどうなの異質なん<え>それともすごいです,すごい多いんやん、うん、あとはやっぱりその教えてくれて導いてくれたラン君と天くんがもうなんかみなんか改めて見てて 最強やんみたいな。<あ> <laughs> いそうなんだ。見せ方うまいし。うまいい、うまいめっちゃうまい。なんかあれだけ根気強く初心者に教えるって結構大変なんですよ。はい。できる人からしたら。はい。わかるよ。それはわかる。うん。はい、でランくんとかテンくんもめっちゃ多分すごい経験豊富で、ソータくんともほんまに、なんか誰がうまいとかはないですけど、うん。 蒼太君とラく君が私の中ではなんかほんまにツートップですごいダンスやってきた人なんかなっていう印象やったんですけどなん,かなんでラくんにしたんやろうって思った時にそいい、e、チームのリーダーを蒼太さんでも絶対教えれるとは思うんですけど教えてもらう側が多分分かんないと思うんですよねもう次元的になんていうんですか。 なんかいい意味で変態すぎてとかそういうことっていうか、あのーうま、うまい次元がちょっと離れすぎ、うん、なんかうまなんかこの指でこう ABCDE、うん、ABCDE、e、ってこうなんか5段階でパワーのなんか速度っていうか大きさを分けた時に、うん。で、こっちはなんかもうスポーツカーみたいな。はいはいはい。 ちょっと速い車乗用車、はいはい、バイクチャリみたいなはい、はい、能力というか持ってる割引さんをるほど。た例えばですけど颯、はい、タさんはもうこの辺にもしおったとしたらまあ初心者の人って最初はこんぐらいだと思うんですけど離れすぎててめっちゃ全力でおしこう伝わるように教えても。 分からへん。次元みたいな。はい。ありますね。だけど、なんかラン君は。そこを、なんか。間のおるんかなって思って。うん、それを、なんか、どっかで感じたのか。な,なんか、インタビューとかしてて。うんはい、はい、はい。喋り方とか、なんか。うん。そういうとこで、なんか。あえて、その初心者の。人がおるとこ。のリーダーになったんかなって思って。うん,う,んうん。でも、見てても、なんかもう。 てんくんは多分もう元から知ってるどういう人かって分かってるのもあると思うんであそうかそうやな、はい、でなんかすごい分析しながらできる人って教えるのめっちゃうまいんですよ <laughs> なんか言語化すんのがうまいっていうかはいはいはいだから多分そこに入ったんかなとか思ったんですけどはははいはい、はいその2人のなんか懸命に寄り添ってあげてる感じがもう <laughs> 最強やんみたいな <laughs> もうお金払わなあかんレベルような先生としてほんまにめっちゃ大変なんですよいやー大変やと思うで一回もやったことない人それをなんかできる人の感覚で教えても伝われへんし <laughs> はい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 動かしたことない動きをするそう、ね、道の領域に行く体を <laughs> <laughs> どういうふうに言えば伝わるかっていうのをなんか <laughs> わかりやすくすくるのがめっちゃ難しい、うん、あのダンサーとダンスの先生とかあと歌手とボイストレーナーってもうほぼ全然使う脳とか言語とか見る場所とかほんまに違うからそれぐらいこう言語化難しいもんやけど相手なんかさっきやすクちゃんがこの5段階で言ってくれたやつはすごいわかりやすくて。 それをもうちょっと応用するなら、まあ、例えば私がボイストレーナーとして、どれがどっちやったっけ <laughs> こっちスポーツカーやったっけスポーツカー,スポーツ。スポーツカーか。スポーツカーやったとして、こっから、じゃ生徒さんに教えるときって、降りていくね一個ずつこうやって階段を。うん、で、じゃあじ今日は自転車の方ねって <laughs> 降りてって、じゃあ一緒に自転車乗ろうみたいなイメージでやっていくんですよ。<laughs> マジで大変なのね。いや、ほんまに大変なんですよ。はい。で でもこ折りっぱなしだったら自分の実力は下がるし感性も鈍るしここの人教えられへんくなっちゃうからまあここの人がここの人教えるってあんまないんだけどここの人がここを教えるはあるけどんかじゃあ次は一旦自分の好きな音楽とか自分のスキルを上げる音楽をやっぱ聞いたりとかして戻ります。もう一回あそう私はここんな感じだったったて取り戻してからあ次次の方ねあ次 うーんあのんだっ,っけまあなんか何でもいいけどスポーツカーの下乗用車なりそういう風に考えて階段をこう行ったり来たりすることができるようにならなあかん,ねんけど大変ですよね多分それどのジャンルでも全員そうだと思うんですけど話がだからもう全然通じないみたいな感じになるとチームとしてぐだぐだするからってことだよねあのまとまるように人選したってこと。 の結果、チーム E とチーム、えー、チーム E とチーム F が出来上がったみたいな感じなのかなと思ってちょっと見てましたけど、もこればっかりはね、ちょっと余談ですけど、めっちゃ余談ですけど、今の話の流れで言ったら、歌でもダンスでも音楽に限らず、何のジャンルでも別に通ずる話だと思うんですけど、私が知ってて面白いなと思ったのが、面白いっていうのはそのファニーじゃなくて、 なんか興味深いーーそう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 と思ったのがすごく有名なボイストレーナーさんの1時間何万とかするレッスンに初心者の方が行ったらしくて、うん、せっかくそんだけのお金払ったのに全然何言ってるか同じ日本語やのに何言ってるか分からへんくて私のとこに来ましたって <laughs> <laughs> へ<ー>。<laughs> とかいて何を言われるのって興味本位で聞いたらんえなんか宇宙を感じて歌いましょうとかって言われて <laughs> そもそも高い音が出えへんとか。 どういう風に歌ったらいいかとかで悩んでんのに宇宙って言われてもみたいな言っててでも私は分かんないんで宇宙を感じて歌いましょう私は分かるしでも逆にその方が言ってることも分かるねんでかって普段上がったり下がったりするからなんですよだからその先生も悪いね正直。上がったり下がったりできる人が本当に教えるのが上手い人だと思うんですけどただずっと。 宇宙レベルそれで言うとずっと宇宙のレベルでいる必要がある人だっているやん多分何、うん、かの道のプロフェッショナルでずっとそこに居続けないとそこが保てないぐらいもう大変な生活をされてる先生と、うん、先生というかアーティストさんとかもいると思うから上がり下がりができたら OK ってわけじゃないけどまあランくんとかの場合は上がり下がりがこう上手いんやろうなってちょっと思って見てました、うんうん、トップでもいけるし、はい 一番下までも降りることができるしでもみんなが正直するできるわけじゃないと私は思うから、はい、彼はそれができる人なんじゃないかなとまあ天君とかもそうですけど、はい、それができる人を選んだんだなって話ですね今日はね。うんすごいなと思います。だからそれは多分チーム F いっちゃいますけど菅秀二さんとレオ君もあの上がり下がり多分ちょっとできちゃうタイプかなとは思いますけど、うん、まあ。はい アーティスティック寄りっていうよりは現実的に教えるのがうまいみたいな、うん、とかっていう人選んでるのかなって思いましたけどねーでそうたくんチームとかはもうアーティスティック寄りなのよ私から見たらすごく、うんね、感覚的というか、ね、そう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 なんかそこに初心者の方がいたら多分パニックになるから、うん、アーティシズム高すぎてみたいなんかすごいできてるチームや から私その初,し初対面で初日でそれ見抜けるかって言われると多分私まだ無理やから無理っていうか自信がない見抜けるかもしれんし見抜けへんかもしれんしっていう状況なんちゃうかな自分は今のとこって思ってるからすげえなーと思ってちょっとチーム割に感動して今回見てましたけどこんな感じかなでまあチーム F チーム F も良かったねお兄ちゃんって感じがしてあのレオくんレオ君良かったよね うん、まあカメラでよくいっぱい映ってたからってのもあるけど、うん、なんか例えてたやんポケモンとかにもうめか、はい、メーカーやなってそうす、ね、ですね太陽ですねやっぱり根、ね、元からね、はい、でもなんか保さんは、うん、なんか髪目線みたいな, <laughs> なんかちょっと上から <laughs> 上上,目上目<ー>目から目線って意味じゃなくてわかる俯瞰視じゃない<お>うんはいあうまくやってますね よかった。みたいな。なんか。なんかちょっと。あのー、手こずった時とかに。うん、あのー、手を差し伸べれると。いうい。なんか。そうやね。そういうリーダーみたいな。そう,そういう立ち位置的な。そう。そう。が上手いなって思いました。あの、社長っぽいなと思ってるの。なん間視して見てるの。<ー>全体把握能力すごいなと思って,て。うんうんはい そうななのよなんかまいこと進んでたらまあ自分はもうあんまり何も言わんへんみたいな,なんかはいはいはい男っぽいなはいはいはいわかるわかるかっこいいっすよねなんかいろんなタイプがおんねんなと思いますねリーダーで先、ねえー、やなって思いましたうーん感情的にならない感じもするしねか確にで終わりかなはいあ最後かはいで最後まあまあどれもいい どのシーンを切り取っても4の位置からは正直語れるんじゃないかと思うぐらい名言出てましたけど、まあ、最後は2分で全てが決まるはちょっとパワーワードかなと思って選んだんですけど 2>, <laughs> <laughs> 2分で全てが決まるっていうのはこの2日で努力したことが2分で決められるって意味ではなくて、うん、私が捉えたのは今まで生きてきた全ての結果が2分で凝縮されて出るよっていうふうに。うん アスカちゃんがよく言う背景が出るっていう言い方としてやと思うんですけど、うん、と思ったのでちょっと選んだんですけどこれ、うん、もだから2分間のためにどこまで人生頑張ってきたかとかどこまでね、えー、自分と向き合ってきたかっていうのがステージ上ってなんか知らんけど出ちゃうじゃないですか、うん、怖いぐらいなんかちょっと大事なことかなと思ったんですけどそうやなこれで4の位は終わりかな はい終わりっていうかはい終わりねどうですか四の1も終わりますけどね、えー、あなんかイ、e、とエフの途中にあったはいあの基礎練やってる時のはいレイちゃんが可愛す<ー>ぎて <laughs> 足釣ってたよねちょっといやあの顔なるわって思いますなるななるなるみたいな初めてやんない どんんなな動きしてんのよみたい使ったことない筋肉使って疲れちゃうよね。<laughs> しかも全力でやっちゃうやろうしで。でもみ,みんなできるしみたいな。できてたちょっとびっくりした結構みんなできてたよね。当たり前のように淡々とやってたのがびっくりした。うん、でダンスやったことあったらある程度の動きとかなんかもうできるようになっちゃうと思うんう,ん、うん。いやだからこれもさダンス視点で見たらさ なるほどねって多分思うと思うんですけど、うん、歌から歌の視点から見ると結構歌は初心者って人多いやんあ<ー>なんかそれを感じて何て言うかな何とも言えない気持ちやね今伝わるかななんかこう今っていうかこれを見た時から思ってたし何ならオーディション番組見てもまイ、あ、いくはか思うねんだけどダンス人口は多いのよダンス上手い人は多いのよ<ー>日本は。 多分レベルで言ったら全然高い方なんじゃないかなって正確性とか緻密さとか集団で仕上げる作品のクオリティとかは日本人高いと思っててだけど歌人口少なくねっていつも思ってるんですようーんこれなんでっていつも思うんだけどなんでやと思う <laughs> これ、えー、でもなんかわかんないですけど、うんうん、ほんまにちゃんとやってみたら歌ってめっちゃ難しいし すごい技術とかもいろいろあるんですけど、うん、なんかやっぱカラオケとかあったり、うん、なんか声出すってなんかすぐできるじゃないですか。だけどなんかやっぱりなんか難易度的にダンスの方がなんか高く感じじるんじゃないですか、ねうん、なん,んかまあすぐにできることではないまあ歌もそうなんですけど、うん、でもやっぱり素人目線からしたら。 うん、歌ってのはまあ普通に歌えてるしって思い,思いがちっていうか形にはなるっていうかう、ね、っ思っちゃうよね。カラオケとかでもやっぱりそうやんなカラオケのせいやねん多分。<笑><笑>やっぱりそれとかもあって、うん、でもダンスってなんか難し,難しい難しさが分かりやすいっていうか分かりやすい確かに。誰が見ても 難しいよね一発初めてやって、うん、や簡単やんってなる人多分いないじゃないですかいないない初めてダンスやる人でな<い>だから何から距離感が距離感じゃないですかねうーん、うん、日常生活での歌とダンスで、うん、自分との距離がやっぱりダンスはなんか非日常的だから。うん だかからなんかそっちをやっぱ取得しようとしてそっちをなんか習ったりするんじゃないですかね。ううううん、うん、うんうんって思います。なるほどね。もうちょっと歌の人口が増えたらうれ、まあ、しいってのもなんかちゃうけどうれしいってのもなんかちゃうけどこんだけさ世の中に機会があふれてるから。うん ダンスとか歌とかみたいにこう体一つで表現できるスキルが高いって結構すごいことやと思っててまたそういうのに戻っていくのかなそういうのが流行るのかなとはちょっと思ったりするんですけどレトロブームみたいに何かこうあえて生身の体で勝負するみたいな機械で勝負するんじゃなくてみたいなっていうのは今後流行ると思うからよ,より一層なんか歌も多分流行ると思うから。 歌力もうちょっと上げていけたらいいなと思いながらオーディション番組いつも見てて、うん、4の14の2見ててもまあそうやなやっぱりスカちゃん言ったのがまさにそうやなって今思ったけどダンスの振り入れの時間とかダンスを教えてる時間とか、まあ、カメラ抜いてるだけかもしれんけどすごい多かったじゃないですかめちゃくちゃ多かったじゃないですかあとあのフォーメーションの確認とか。 だけど歌って多分おのおの「はい頑張りましょう」みたいなんで終わったんかなってちょっと思って、うん、最後「はい歌詞覚えてますか音程やってますか ?OK」オッケーみたいな「うん、<laughs> 雑い!」と思って、うん、それは雑いいや別にこのオーディションに言ってるんじゃなくて多分、うん、そういう考え方は結構世の中的にあるかなってちょっと思ってて、うん、最後に歌載せるみたいなでもその通りなのよ体が動かされへんのに 目で見てパッてわかるやんダンスってできてるかできてないか素人でもわかんのにさ、はい、ダンス踊られへん人でももうあこの人踊れんねやろなって見たらわかるからやっぱ可視化しやすいから、うん、それに先に取り組むのはもちろんわかるんですけど、うん、だけど結局やってるのって歌ものやからダンス大会じゃないからだからこう歌がねもうちょっとあの、何て言うのかな最初から例えば歌詞の意味を読み解いて。 滑舌歌詞見なくても滑舌ちゃんと伝わるかとかなんかそういう細かいこと、うん、例えばダンスで言ったら手の高さを合わせるとかあるやんそういう細かいことあるやん、うん、そういうことを歌でも実はあるんだよっていうことが伝わればいいなと思って今ちょっと喋ってるんですけどうん,うん多分アスカちゃんは分かるよ分かるよって思ってるけど多分一般の方は多分なるほどってなっちゃうんちゃうかなと思って分からんわそれは、うん、みたいな。 だから、声出したら、まあ、歌えちゃうっていうのは事実あるからね。そして、それでもう歌うまい人たまにおるやん。あんまりやったことないのに、急にうまい人おるやん、なんか知らんけど。うん、<laughs> 私はそういうタイプじゃないから、努力型なので、羨ましいですけどね。うん、はい。まあ、こんな感じかな。ちょっと長なっちゃうから、読みましょうか。うん、えっと、TheFirst4-1 終わって、4-2は、なんだっけな。あ、2日目か。 はい、じゃあ4のには、えー、と2日目か2日目の皆さんの練習風景の様子をちょっとまた追ってお話ししていきたいと思います。はい、はい。ということでもし楽しんでくださった方は是非チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ <laughs>